こんにちは。桐蔭学園トランジションセンターという部署の、副所長をしております武田と申します。先ほどご紹介を頂戴いたしまして、今の大学の方の教育研究開発機構というところで、教員の方をいたしております。ちょっと簡単に、私の自己紹介をさせていただきたいんですが、実は、2018年まで大阪におりまして、ずっと企業に勤めておりました。で、50歳を過ぎてからどうしても大学院に行きたいなというふうに思いまして、54歳で、今私の上司の理事長の溝上が京都大学にその時におりましたので、そちらの方の研究室に、入らせていただきまして、でそれで、2年間修士まで取ってこちらの方に転居して、転職もしてきたということでございます。というのが理事長の溝上の方がですね、こちらの桐蔭学園で理事長をするということと、どうしてもこのトランジションセンターというのを立ち上げたい、地域と連携したその学校、町づくりというものをどうにか自分の仕事としてですね実現したいっていうのがございまして、それに私も賛同して、大阪の家を捨ててですねこちらの方にやってきたというところでございます。で、トランジションセンターって何、初めてトランジションという言葉を初めてお聞きになった方、少し手を挙げていただいて、ありがとうございます。お聞きいただいた方もはい、いらっしゃいますかね。トランジションっていう言葉自体はですね、接続とか、移行とかという学術的な意味がございますけれども、私どもでこのトランジションセンターっていうのはその学校と仕事社会、その地域をつないでいく、でそれは、空間の社会的な広がりと、あと時間軸のですね未来へのつながりっていうのを、考えてこのトランジションセンターというのを作りました。でこの部門は、理事長直轄の部署になっておりまして、それぞれ今ですね桐蔭学園、皆さんご存知いただいていると思うんですが、幼稚園から大学院まであそこの大きな場所にあるんですけれども、残念ながらちょっとそれぞれがバラバラのところもございます。それをもっと学園として、連携をしていく、接続をしていくっていう、まず学園の中の接続っていうのが必要だなというところで、この学園の中にトランジションセンターというのを作りまして、大学の地域連携や接続、それから幼稚園の地域連携や接続っていうのも全部この部署で見ていこうというために立ち上げた部署になります。実は2018年の4月に立ち上げたんですが、理事長、溝上が理事長に就任してから本格的に稼働したというような部署になります。その仕事としてはですね、大きくは3つございまして、1番はステークホルダー支援ということで、もちろん生徒や学生はもちろんなんですけれども、教職員、保護者の方、卒業生の方、その皆様のための支援、それを学びの支援であったりキャリアの支援であったり、そういったものをしていこうというのが1つ目です。それから2つ目、今回のテーマになります地域支援、地域連携の支援をさせていただく。で、青葉区を中心としながら横浜市、神奈川県で、ちょっと緩やかに全国にもちょっと視野を入れて、視野を広げてですね、主に小中高の教員の方々を対象にした研修というのもいたしております。で今 その学校と地域というテーマで今回お話をさせていただいておりますけれども、やっぱりその学校が良くなるために、地域が良くなるためには、教職員の教員の力が上がってこないといけないという思いもありまして、そのために、私どもの方でセミナーをさせていただいているというのがあります。あと、後ほど少しご紹介をさせていただきますが、大学の方で、障害学習センターというのをいたしておりまして、青葉区横浜市の主に成人の方、アクティブシニアの方々向けの、セミナーでしたり、そういう障害学習センターの講座でしたり、そういったものを、ご提供をさせていただくというところになります。で3つ目が、IR オフィス、ちょっとこの IR ちょっと敏感になってしまうかもしれませんけれども、これはカジノでもありませんし、企業の IR でもない。
大学にはですね、インスティテューショナルリサーチというのがありまして、子どもたちが、まあ、生徒や学生たちがどのような生活や教育をしたらどんなふうに育っていくのかっていうのを社会を見越してですね、分析をしていくというのが大学ではもう今義務付けられていまして、それを私ども桐蔭学園の方では中学校、高校、小学校、まあ、幼稚園の方はまだあれですけれど、小学校までに落としてですね、今分析をしているというのが私どもの部門の仕事の一つになります。で、この中でですね、じゃあなぜこのトランジションセンターを立ち上げたのか、子どもたちを、まあ、育成していくという中にですね、学校や、家族だけではなくてですね、地域の力が必要だというお話をなさっていたと思います。これはですね、 OECD の、学びの羅針盤というものなんですが、ご覧になったことある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。これがですね、まあ、2018年にこれが出されたものになりますけれども、これはちょっと私どもの溝上がちょっと噛み砕いて出させていただいているものです。今まででしたらその知識っていうものが、まあメインになっていたわけですけれども、ご存知のようにコンピテンシーを育成していく、でその中でですね、ここに書かせていただいていますけれども、変革を起こす力のあるコンピテンシーっていうのをエージェンシーという言葉でこの OECD の中では言っていますけれども、そういった力を2030年、まあ今ですので、中学1年生になった子どもたちが大人になるときに、そういった力が必要になってくる。今コロナの状況もそうですけれども、もう本当に予想だにしないことが起こってくる中で、どういうふうに変革をしていく、主体的に、それを力に変えていくことができる子どもたちを育成するにはどうしたらいいのかっていうのがここに書いてあるわけです。でそのためには学校や家族だけではなくて、地域のコミュニティや大人の人たち、これは、子どもたちに関わる全ての人が相互作用によって育成をしていかないといけない。私たちが子どもたちに与えるだけではなくてですね、子どもたちから私たちが学ぶものもある。そういう学校と地域や子どもたち、関わる全ての人たちが相互作用によって新しい時代を切り開いていく責任があるっていうのが、この OECD で言われていることなんです。なので私たち大人も一方で学び続けないといけない。で子どもたちと関わりながら、地域と関わりながら、どうやって成長していくのかということのために、このトランジションセンターというのを一つは立ち上げたというところがございます。でこちらが私どものトランジションセンターのロゴなんですけれども、これは学校、それから仕事、それから社会、このですね3者が一体になって、このゼロがちょっとイメージされているんですけど、そこから新しいものを生み出していこうじゃないかというところで、このロゴを作らせていただきました。では私たちどんな取り組みを今しているかというところです。で、幼稚園から大学までありますので、私たちトランジションセンターができる前からいろいろな形でですね、こういった形の取り組みをさせていただいています。大学ではご存知のようにサービスラーニングという取り組みがありまして、地域と連携しながら学んでいくという取り組みがあります。その一つ、青葉様とですね、連携授業をさせていただいてまして、青葉ウォーキングコースマップというのを、私どもの方で、小山、という教員がですね、こちらを一緒に作らせていただいております。実際に今ホームページの方にも掲載をしていただいております。でまた、地域住民の方々対象の、体力測定、これもですね、奈良地区の、社会福祉協議会様と、ちょっとご一緒に、させていただきました。これ去年させていただいたものです。でこちらも去年の取り組みなんですけれども、先ほど作りましたそのマップをもとにですね、実際に地域の方々と一緒にウォーキングをするという取り組みなどもさせていただいています。でこちらの方は今度は小学生対象に、保護者の方々も一緒に来てくださっているんですけれども、毎年ですね約1000名近くの、子どもさんたちが来てくださいまして、
面白理科教室というのを、大学の中で開催をしています。実はもう22回目になっておりまして、多い時では2000名、だいたい1000名から2000名ぐらいの方が、毎年来てくださる、夏休みのですね、自由研究のヒントにしてくださっているという取り組みになります。で、今年はですね、残念ながらこういったコロナ禍の中でございましたので、オンラインで実施をさせていただきました。オンラインということで全国の方が参加、実は海外の方も参加をしてくださったんですけれども、その中でも、青葉区を中心として、その横浜の方々っていうのが全体の7割弱ご参加をしてくださったというイベントです。来年はどうにかぜひともですね、リアルでさせていただきたいなというふうに思います。まだちょっとオンデマンドの動画も配信しておりますので、よかったらまたご覧になってみてください。で、先ほどちょっと教職員の方々、それから保護者の方々を対象にしたこういったセミナーというのも実施しております。去年まではこういったリアルでさせていただいてたんですが、今年はちょっとオンラインでこれも実施をいたしております。で、私どもシンフォニーホールというですね、大きな、大体2000人ぐらいをですね、収容できるホールがございまして、こちらの方で、セミナーとかイベント、交響楽団の方に来ていただいて の講演とかもいたしておりまして、主にはちょっと子どもたち向けの、イベントにはなっているんですが、一部ですね、地域の方々に公開をさせていただいているものがございまして、毎年落語の会というものを開催をさせていただいています。ここでは地域の方々と、それと高齢者、介護老人施設にいらっしゃるお年寄りの方々もご招待をさせていただきまして、その時には私どもの、生徒がですね、ボランティアで介護させていただくというような場にもさせていただいています。で、今までが、今までの実績なんですけれども、こちらの方が私どものトランジションセンターで、今後どういうことをしていきたいのかというのをちょっと体系図で、ご紹介をさせていただいています。この向かって、左側が、地域の方々 の、個人の方々向けに、ご提供させていただいているもので、向かって、右側、一番右側のところが、その企業の方々ですね、地域の企業の方々、法人の方々向けと地域の個人の方々向けに、いろいろな形でちょっと連携をして、地域のために、学校が何ができるかというのをちょっと考えていきたいというところでございます。ちょっと時間もないのでちょっと簡単にさせていただきました。ちょっとすいません、ここからはちょっと宣伝でございます。9月にはですね、私どもの大学の教員で、実際に災害対策の、市民防災の基本ということですね、こちらの講座をさせていただく予定になっています。で、3回講座ですけれども、無料でこちらの方オンラインですけれども配信しておりますので、もしご興味ございましたらぜひご参加いただければと思います。あと、10月からはですね、オンラインセミナーをまたちょっとさせていただく予定になってまして、この本来でした障害学習講座をいろいろ大学の方で実施をしていたんですけれども、オンラインということ、コロナでオンラインでさせていただいてまして、10月からはですね、こういった和太鼓祭という、これは私どもの、卒業生で、こういうグループを作っているんですけれども、東京大学に行った子どもたちがその後やっぱり和太鼓はしたいということで、こういうグループを作って活動をしています。こちらもちょっとオンラインで配信をさせていただく予定になっています。また、12月はですね、山口周さんというちょっと結構今本が売れている方ですけれども、この方をお呼びして、実はうちの溝上と対談をするというような予定をいたしております。こういった形で、本来でしたらリアルでいろいろ地域の方々とですね、一緒にセミナーをしたりしていきたいなというふうに思っていたんですけれども、ちょっとこのコロナ禍でちょっとオンラインという形ですけれども、またよろしければご覧になっていただければと思います。
なかなかですね、桐蔭学園山の上の方にあって、地域の方々からはですね、要塞のようだというふうに私来た時に言われましてでなったんですけれども、ちょうどバスのロータリーのところにアカデミウムという、もし皆さんお越しいただいたことがある方いらっしゃるかもしれないんですが、展示とかをよくしております建物がございまして、こちらの方が今トランジションセンター の、まあ、拠点になりました。そこには図書館もありますのと、それから、ですね、売春豪邸もございます。で今残念ながらちょっと展示はコロナでしていないんですけれども、そちらも無料で年に3回ですねイベントをさせていただいています。でなかなか今まできっちり活用ができていなかったんですけれども、そちらの上にちょっと喫茶のようなものがございまして、こちらもぜひですねちょっと近い将来地域の方々に開放できるような場所にしていきたいと思っておりますので、またこんな風に活用したらいいよっていうようなご意見がありましたら頂戴できれば嬉しいなというふうに思っております。はい、では私の方からはこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。